こんばんばは、お姉さんその猫お姉さんが助けたんだあんたその猫飼うのえああ飼い主でもないし捨て主でも保健所でもこのマンションの管理人でもないよああついでに部屋の前で待ってたからって別にストーカーでもないからね んふん強いて言えば取り立て屋かなそう取り立て屋取り立てるのはお金じゃないけどねあ <laughs> んた面白い発想してるね猫の取り立て屋って <laughs> ああ悪い悪い私はさ命の取り立て屋だよ ああ、ちょっと部屋入るな無視すんなって妄想癖じゃないってのあんた美人だから正直に答えたのにひどいな本当だって話くらい聞いてくれたっていいだろその猫本当は死ぬはずだったんだよあの時車にひかれて それはあんたが助けたから運命に狂いが生じたそれでその猫の寿命分をどこからか補充しなきゃいけなくなったああその顔は信じてないって顔だなまあいいよ続き聞いたらきっと信じるああ続きその猫の寿命分の補充を取り立てんのが私の役目で取り立て先は。 お姉さん、あんただよ。うん、あんた。本当にたまたまなんだけど、あたしの担当にその猫とあんたがいたから、こうやってわざわざ交渉に来たんだ。ご理解いただけたかなまだダメじゃあ、これ見て。これがその猫の寿命の時計。で、こっちがあんたの寿命の時計。 この猫の文字盤の針、0時直前で止まってるだろう ?0 時になったら寿命は尽きる。その直前で運命が狂ったから、針は先に進めず、猫は死んでない。こっちのお姉さんのシルエットの文字盤の方は、針が進んでは戻るを繰り返してるだろう これは猫の運命を狂わせたあんたの寿命が、私との交渉次第で減るかそのままかまだ決まってないから、針がうろうろしてる。これが証拠。どう信じた壊れた時計なだけじゃないっての。まだ信じないもっと説得力のある証拠仕方ないな。じゃあ。 言って、何すんのって見てみなよね今のであんたの時計の秒針が一つ進んで猫の秒針が三つ戻ったあんたの寿命を私が取り立てて猫のこれからの寿命として与えたってことそろそろ信じたうさんくさいはあ ここまで説明してやったのにひどいなぁでもその猫さっきより元気そうでしょでしょはキスする必要あったよあんたに接触することで私が寿命を受け取って猫に触れることでその寿命を受け渡した いやいや、猫はともかく、人間はただ触るだけじゃ寿命のやり取りなんてできないんだよ。普通寿命のやり取りなんて、滅多なことじゃ許されない。でも今回みたいなイレギュラーが起きた時に、私たちには交渉と寿命の受け渡しの権限が与えられてるんだで、人間はこの世の中にうじゃうじゃいて、猫なんかよりよっぽど警戒心なく触れてくる。 だから寿命のやりとりは基本的に交渉の上契約を交わした上で対象に快楽を与えることで行うまあ今のは契約前だけど説明のためのサービス <laughs> 文句言わないでよなんかあって罰せられるのはこっちなのそれくらいの条件はあるよ私たちだって有余計なリスクは負いたくないんだよ そう。案外厳しい仕事なんだよ。死神ってのは。そう。死神だよ、私は。ああ、そんな顔すんな。今言った通り、いろいろと厳しいんだって。だから、受け渡し以上に余計なことはしない。今回のは余計なことじゃない。サービスって言っただろ まあ、あんたがその猫を見捨てようって言うなら余計なことだけどねえ信じたお前は信じたかでどうするその腕の中の助けた命を見捨てて本来の寿命まで生きるそれとも頑張ってこいつを生かすあんた次第だよそうあんたが決めていい 私は交渉と受け渡しをするけど、最後に決めるのはあんただよ。さあ、どうするそう。まあ、あんたならそう答えると思ったけど。せっかく助けた命を見捨てるような人間には見えないもん。んさっさと済ませろってうんうん。ああうん。 まずさ、ちょっと場所を移さない部屋入れてよ。変なことする気じゃないかって。あのね、まずあんたには契約書にサインしてもらわなきゃなんないの。で、それが終わったら本番。そう、どれくらいするのかあんたがこいつをどれくらい生かしたいか、あんたが何歳で死にたいかによって変わるよ。 さっきのキスでだいたいあんたの寿命1日こいつの寿命で3日くらいそうだからこいつの寿命を何年も延ばそうと思ったらそれなりにねえ本当は契約書書いてもらったら問答無用で処理するんだけどうんいいやなんか私あんたのこと気に入ったんだよね ちょっと気は強いけど、美人だし可愛いし、こんな野良猫のために寿命差し出すくらいにお人好しだし、それに、すっごい甘くて美味しそうな匂いがする。ねだから、これから一緒に住まないで、徐々に徐々に、ゆっくりじっくりしてあげるよ。ああ、別に。 あんたが私に何日も何日もぐっつぐずに抱きつぶされてもいいってんなら今すぐしてあげるけど。どうするどっちがいいうん。決まりだね。じゃあ今日から私は表向きあんたの彼女ってことで。よろしくね。